バイオリンのためのリズムトレーニング、キラキラ星をモチーフとしたものその2。ここでは、メトロノームを3連符の3つ目の音で鳴らして、キラキラ星を弾いてみます。弾くことは、弾く内容はその1と一緒ですけれども、メトロノームの鳴らし方が、大きく違います。例えばこんな感じになります。分かりますでしょうか。もし分かりにくければ、ゆっくりからまずはカウントを取る練習、それを始めてみてください。例えば60ぐらいでやってみます。このピッという強い音が3連符の3つ目になるようにカウントを取ってみます。ゆっくりから始めて、徐々に速くしていってください。今日は110ぐらいで少しやってみたいと思います。しながら全てのキーで、キラキラ星を練習してみるというのも良いかもしれません。少しテンポを上げてそのやり方をやってみます。 C、F、B フラット、E フラットと、転調をしていきます。このように転調を繰り返して12のキー全てでキラキラ星を弾いてみてください。